こんにちは、塚口ガーデンの柴田です。今回は初桜の育て方についてお伝えしたいと思います。今回もよろしくお願いいたします。まず育てる場所ですが、初桜は日当たりと水はけの良い場所を好みます。そして春、芽が出る時から花が終わる頃までは特に十分な日照が必要ですが、真夏の直射日光は強すぎますので、夏は半日陰になるような場所が適しています。また冬は球根が凍らないよう軒下など霜を避けられるような場所が適しています。同時に初桜は開花のためには冬の低温を必要とし、常時15度 C 以上になると開花しません。そのため鉢植えのものは凍らない程度の温度の低いところで冬越しをさせます。水やりですが、初桜は乾燥には強く滅多なことでは枯れません。冬の休眠中は干からびないように土がわずかに湿っている程度にしておいて、春の芽が出る時から開花時にかけては極端に乾かさないよう、土が乾いたらたっぷりと水を与えるようにします。とにかく初桜は加湿を嫌います。加湿にならないようこの土の表面が乾いてからたっぷりと水をやるようにします。肥料ですが、初桜はほとんど無肥料でも良いくらいですが、開花の後適度に希釈した液体肥料をやるか、または緩効性の化成肥料の置き肥をしておきますと球根の太りが良く球根の数も増えます。そして春芽が出てきた時にも施しておきますと生育促進にもなりますが、肥料をやりすぎますと徒長しやすくなりますので肥料は少なめが無難です。次に植え付けですが、初桜は水はけの良い土を好みます。鉢植えの初桜は市販の山野草用の培養土で育ちますが、市販の草花用の土に事前に小粒の赤玉土やバーミキライトをすき込むようにして水はけを良くしておきますが、もし配合されるのでしたら小粒の赤玉土4、鹿沼土4、腐葉土2ぐらいの配合度が良いと思います。また購入したポット内は一回り大きな鉢に植え替えるか、もし地植えされるのでしたら石組みの間など水はけの良い日当たりの良い場所に植え付けます。そして初桜の株選びですが、苗は根元からしっかりと葉が茂っていて葉が取れたり腐っていないものを選びます。初桜の植え付け時期は開花月の前の3月頃が良いと思います。植え替えですが、鉢植えの場合植えっぱなしにしておきますと土の劣化や根詰まり、芽の込みすぎで球根の太りが悪くなって花の数も少なくなりますので、毎年早春の開花前に一回り大きな鉢に植え替えるか、株分けを兼ねて植え替えをしておきます。手入れですが、花が咲き終わったら花の茎の付け根から切り取ります。こまめにこの作業を行うことで次の開花を促してシーズン中長くお花を楽しむことができます。病害虫ですが、病害虫は初桜にほとんど見られませんが、肥料が多すぎたり多湿で水はけが悪いと球根が腐ることがあります。増やし方ですが、増やし方は株分けで増やせます。初桜は自然分球でよく増えますから、早春か開花直後に株分けの要領で分けて植え付けます。分球するときは1球ずつバラバラにするのではなく塊で分けた方が作業も楽です。また初桜はこぼれた種によって自然に発芽することがあります。夏越しの注意では、初桜は夏の蒸れが苦手です。株元が蒸れないよう気をつけます。冬越しは初桜は冬は地上部が枯れたようになって休眠しますが、寒さが苦手な球根植物ですので霜が多い場所では球根が凍らないように軒下などに置くか、またはマルチングをしてやってください。最後になりましたが、初桜の特徴について簡単にお伝えします。初桜は南アフリカ原産の球根植物ですが、その名前から初桃源産と誤解されがちですが、そうではありません。初桜は球根植物で、球根は直径1センチ程度とかなり小さめで、そのため主にこのようなポット苗や鉢で
開花した状態のものが流通しています。初桜の花は春から梅雨の前に開花します。花の色は白、ピンク、濃いピンクがあって、草丈は5センチから15センチ程度で低く、花も2センチから3センチ程度の小ぶりな花で、寄せ植えや花壇の緑などに使いやすく人気があります。以上、今回は初桜についてお伝えしました。ご覧いただきありがとうございました。ご感想やご希望等ございましたらコメント欄よりお願いいたします。今回もご覧いただきありがとうございました。